ゴミじゃないよ。おい、これもしかしてクメンじゃねえって思ってそう、なんか水鉄砲的な配色はい、どうもこんにちは、ございます。 HK ワールド、 HK です。はい、さて今回ですね、ちょっとね、面白い試みをやってみようと思って今回の企画をしてみました。さて、それは何かというと、てってってってはい、ゴミじゃないよはい、今回ね、もうね、これね、どれぐらいかな、半年ぐらい かけました、このパーツを集めるのに。はい、というわけで今回ね、ちょっとね、面白いものをいろいろ買ってみました。さて、それ、ね、何かというとね、はい、あのね、ゼロから作る電動ガンシリーズだと思うでしょ。違うんだよ。はい、これ見てくださいよ。じゃ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 ーん。はい、これなんだかわかりますか。そうです、ボルトキャリア。ということはそう、なんと、そうです、ガスブローバック銃。そう、要はね、 M4 のガスブローバック銃をゼロから作っていくぜ。というわけでよろしくやっていこう。よし、というわけでじゃ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 ーん。結構ね、かぶってるものもいっぱいあるんだけど、とりあえず同じ袋の中に入れといたんで、こっからね、パーツをね、ちょっとチョイスしていこうと思いますが、いや、来ましたよ。そう、なんとね、ある日ね、気づいちゃったんですよ。去年のね、暮れぐらいだったかな。あのね、こういろんなね、海外から僕物買うわけじゃないですか。そうで、あのパーツ見てたらさ、一昨年と同じ現象が起きて、あれって、もしかしてガス銃の M4 ってバラバラでパーツ集めたら自分で組めんじゃねえと思ってそうです。というわけでね、今回ね、 M4 のガスブローちょっとね、1からもうゼロからね、作ってみようかなという試みでございます。はい、あのね、うまくいくかどうかわからない、なんつったって初めてだからね。といっても、あのゼロから作る電動ガンシリーズをね、やった時も、やっぱり、初めてね、やって、まあなんとかね、こうとかしてうまくいったので、まあ、今回も多分ね、大丈夫だと思う。ただ構成するパーツが足りないという可能性がね、非常に大なので、途中でね、まあこの動画もし公開されてれば、ボツネタにはなってないということですはい、多分大丈夫。まあちょっとね、パーツのね、紹介をしながら、パーツちょっとね、集めに苦労したところもあったんで、ちょっと解説していければなと思ってます。はい、じゃあね、まずね冒頭でちょっと見せちゃったんだけど、そう、これさ、見たことある、あのね、シースルーのガス風呂用のレシーバー、もうこれ絶版なんだよね。ね、これね、手に入れたのね、確かね、2年ぐらい前かな。なんか、持ってればどっかで役に立つだろう、みたいな感覚で僕いつもポチポチ、ショッピングしてるんで、これを買ったんだけど、もう案の定ね、使うシーンが全然なくて、そう。で、ずっとね、パーツ在庫の中にね、放置されておりました。で、これをね、ふとね、ある日、ちょっと、ほいって在庫から取り出した瞬間に、ちょっと火がついちゃって、おう、ちょっと待てよ。おい、これもしかして、クメンじゃねえって思って、そう。だ、今回ね、かなりいろんなバラバラなメーカーのパーツでね、ちょっと構成しようと思ってます。はい。ちょっとね、物を、バラバラに見せてもあんまりイメージが湧かないと思うので、ある程度、ちょっと、イメージが湧きそうなパーツを中心にね、紹介していければと思うんですが、はい。今回ね、これ、5KU のね、ストライクインダストリーズの、バッファーチューブ。はい。これガス風呂用です。これもね、ちょっと買ってみました。はい。これがね、まあ、要はここにつくわけですよ。そう。これネジの毛とかもあるんでね、どうやって調べたと思う？そう。あのね、買って、つけて、うん、つくと思って調べた。要は調べてないって話。そう、全部体当たりだよ、体当たり。はい。で、この上の部分もね、シースルーが存在してればよかったんだけど、どうもね、確認できなかったんだよね。そう、だから、今回残念ながらね、上部フレームは、
これね、ゴールデンイーグルだったかなの、ガス風呂のやつの、上の部分、拝借しっちゅうか、実はね、上下セットで買いました。要はこっち使わねえって話で。そう、あー、ま、バカでしょ？そう、これがしたい、これを使いたいがためにね、このセットを買って上だけ使うみたいな、そんなね、アホなことをね、ちょっとやろうと思ってます。はい。で、こっちは G&P なんだけど、みんな WA っていうね、ウエスタンハウスのね、がベースになってる、ガス風呂ばっかりなので、基本的にね、使えるかなと思ったんだけど、ここが合わねえんだよ。ここのサイズが合わなくて入らないから、ここはね、適宜にちょっと削って使わなきゃいけないかなと思っている次第です。はい。その他はね、一応、まあ、適合はするっぽいので、まあ、イメージ的にはね、イメージ的に、ちょっとイメージこんな感じで乗せるよ。ちょっとね、若干変な感じで、はい、こんな感じ。はい。で、次の使用パーツとしては、グリップ。そう、グリップね、今回ね、これを買ってます。はい、これもね、もう1年以上前にタイガースリーマイチ計算で特売してたんだよね。確かね、1000円とかなんかそんな値段だった。そう、これガス風呂用のグリップなんですよ。これね、ほら、つくでしょ。かっちょいいでしょ、ほら。なんかね、大体さ、わかってきた。そう。あのね、赤を基調とした、今回ね、デザインを目指そうと思っていて。はい。で、次はね、ハンドガード。ハンドガードはね、電動ガン用と共通なので、これはね、電動ガン用として買った以前にね、やっぱりタイガースリーマイチ計算の特売で買ったものです。はい。確かね、7インチか8インチ、すごい短いタイプですね。はい。なので、これがね、この辺に来ますと。これつける、こんなんかね、すっげえグリスがベタベタついてて、これちょっと取りたいからね。一旦こんな感じで、はい、はい。最近のね、僕のデザインとはちょっと違うでしょ。そう、そう、たまにはね、こういうね、ハイカラなやつをね、作りてえなと思っていて。はい。で、バレルがね、こう入る、ほら、なんだ、これも赤基調なんでね、そう、こう隙間からね、バレルが見える、チラ見するみたいなね、ちょっとそんな感じです。ちょっと方向逆だけど、ちょっと一旦入れるよ。イメージ的にはこんな感じね。うん。そう。ほら。だいぶ見えてきたでしょ。はい。そう。で、あとは、あれ、ストックどこ行った？これだ。あった。はい。ストックこれです。はい。これもね、もう在庫しといたんで、ほら、ここが赤じゃん。これいいなと思って、多分ね、ストレックインダストリーズのやつに合うと思うんだよね。おー、ほら、合うじゃん。ほら、なんか水鉄砲的な配色。言い方がちょっとダサいけど。はい。なので、今回ね、こんな感じでね、ガス風呂組もうと思います。そして、なんと、ただのガス風呂じゃないですよ。CO2 対応。はい。というわけで、今回ね、この、ガス風呂 M4 を組むことによって、ウェスタンアームズ系のね、ガス風呂の CO2 化っていうものもね、今回ね、皆さんにね、その手法をお届けできるかなと思ってるので、ぜひね、ご期待いただければと思います。じゃあ、というわけで、行ってみよう。よし、じゃあ早速ね、まずは本体の方からね、このレシーバーのところから組み上げていこうと思います。はい。まあ、ガス風呂の M4 扱うのだいぶ久しぶりだな。でね、最初ね、探すパーツをね、探す上で、まあ、困難だったものがあるってね、話をチラッとしたかと思うんですけど、これね、どこの部品かわかりますか？このグリップのとこ、取り付け角度的に言うと多分こうじゃないかな。なんか違うな。あ、こうか。やっぱそうだよ。こんな感じでね、付くパーツなんですよ。そう。で、これ単体で国内で売ってないの。これはね、確実に売ってないことは分かりました。もうね、分かんなくて、ツイッターでね、フォロワーの皆さんに、ないって言って聞いたら、教えてもらいました。海外にね、あるみたいですよって言われて、で、それね、買ってみました。で、実は、前にね、ガス風呂の M4 は、このね、動画でね、登場した替えのパーツを買った時に、実際に一緒についてきたことをね、すっかり忘れてて、そう、実は、ね、家にあったんだよね。そう、なんかね、これ、おまけでつけてくれて、なんだ、家にあったじゃんっていうね。そう、なので、今回、まあ、この辺をね、使っていければなと思ってます。で、これだけじゃね、まあ、実は足りなかったのよ。そう、だからこれ本当に出てきてよかった。なんだっけ、
スプリング、そう、こういうね、スプリングがね、あの、バッファチューブの中に入るんだけど、スプリングをね、こうやって止めているためのパーツっていうのが、なんか爪みたいなのがあって、これね、そう、これがないとね、使えないんですよ。そう。だからね、これには入ってこなかったわけよ。だからね、なんだっけ、これが、出てきてなかったら、この計画はね、頓挫してた。はい。というわけで、多分、なんだけど、この WA 系の、ガス風呂を多分ね、ゼロから作るってのは、多分、無理だと思う。うん、国内ではね。うん、おそらく。うん、なので、多分ね、多分だけど、ガス風呂の M4 のね、をね、ゼロから作るっていう企画をもしやろうとしたら、もうなんかドナー機、からね、パーツを取ってくるってことしかね、多分できないと思うので、はい。まあ、今回も僕もね、さっきも言ったように、これを買っては見たものの、そう、蓋開けてみたらさ、実際ちょっとちっちゃいパーツが足りなかったっていうね。はい。まあ、そんな感じなんで、はい。全部一個一個のパーツを買って構成ってのは多分無理じゃないかなと思ってます。はい。じゃあね、この探すの大変だったけど、実際うちにあったやつっていう、まずこれからね、組んでいこうと思います。はい。いやー、これマジであってよかった。まあね、ガス風呂は、僕ね、一回しか、M4 のガス風呂やったことないので、まあ、僕の動画を見てくれていらっしゃる方々はね、結構ほぼ初めての方も多分いらっしゃると思うので、今回ね、まあ僕も一回しかやったことないから、一緒にね、ちょっとお勉強しながら、組んでいければなと思ってますが、これどんな、入るんだけど、若干スカスカなんだよ。これいいの？ちょっとだけスカスカなんだよな。元々っていうか、これが元々っていいかどうかちょっと微妙なんだけど、これとちょっと比較してみよっか。あ、これ隙間ない。ほら、やっぱり。え？なんかいきなり挫折しそうなんですけど、大丈夫。これやっぱぴったりだな。けど、G&P だとちょっとね、スカスカなんだよね。けど、無理かって言われたら無理じゃない。うん。だって、ネジの位置も合ってるから、大丈夫だと思うんだよな。ワンチャンこれ開けてみよっか。こっちがスカスカじゃなければ、ぜひこっちをね、ちょっと採用したいなと思うので。いやー、どうだろうね。てか、これ何？おお、あ、やっぱスカスカや、同じやんね。てかさ、これ何？なんかすごいバネっぽいのが入ってて、なんだろう。あ、ピンを抜くと、レシーバーがピョンって上に起き上がるためのパーツだ。面白い、これ。こんななんだね。じゃあこっち乗っけてみよっか。なんかこっちの方が良さそうだよね。うん。よいしょ。まあ、使えるんであれば。まあ、こっちやってみましょう。じゃあ、ミックスって感じだね。なんだっけ、これを確かね、こうやって、で、止める方向だから、こうだな。うん、確かこうやって機能するやつだったはず。多分ね、ここをこれと、あとあれだ、セレクターのカチカチ言わせるやつ。カチカチ言わせるやつって何やってんの？これ。多分ね、これもここ必要なんだよね。なんかね、こんな感じで入ってた気がする。うん。多分ね。ただ、これね、こっちについてくるはずなんだ。あー、ついてきてる。ほら、ここにある。そう、これね、スペアパーツってことで、ゴールデンイーグル。そう、ゴールデンイーグルもね、まあ出していて、まあさっき言ったか。そう、ゴールデンイーグルのこれ、レシーバーなんだけど。そう、これね、ゴールデンイーグルも全く同じ、企画品なんですよ。WA 系なんですよ。そう。で、それのね、このスペアパーツセット、この内部機関ご一行様っていうのがあって、これがあったから、今回の企画をね、やろうと思ったんだよね。だからね、まぁ、ちょっとね、これ、見ながらやって、これもね、一緒に参考にしながらね、ちょっとやっていければなと思ってるんだけど、わかった。これ、組む順番があって、そう。確かここの仕組みはね、実銃とほぼ一緒なんだよね。だから、ちょっとね、頭使いながら、組まなきゃいけないんだよな。ちょっとこれも開けて一緒にやっていこうか。多分、順番的にはこれが最初なんだけど、これ入れんじゃん。で、するとさ、あ、そうそう、これがカチカチって意味ね。そう。で、これ、
まあいいや、まずこれ最初ってのは分かってるから、これ止めちゃおっか。うん、これでいいんじゃない。よっしゃね、ちょっとこれ止めてみましょう。あ、よかった、ネジのサイズも一緒だ。いいねいいね。よっしゃ、これまず止めて、なんかこのガタつきが気になるな。あ、いいねいいね、ここもちゃんと機能してる。いいねいいね、 OK。 で、ここもちゃんと閉まるね、 OK。で、あんまぼーっとしてると、ここのね、スプリングのピンのとこね、ポロポロポロって落っことしちゃうから、ちょっと気にしとかなきゃいけないんだけど、あ、なんか意外と落ちてこないね。あ、大丈夫か。よし、オッケー。よし、じゃあまずこっちか。あと、今回、まあ、はまればいいんだけど、多分はまると思うんだよね。アンビセレクターがあったんだよね。またオプションパーツで。そう、だからそれもつけていきたいなと思ってます。はい、こいつについてきたのがアンビセレクターじゃなかったから、後でねちょっと注文したんで、ね、そうだ、これ海外から直接買ってるから、買って届いたものを見て、あー、うん、あれ足りないなとかそういうことやりながらさ買ってるから、とにかくね時間がかかってしょうがなかった。うん、パーツ集めるのにね。うん、あ、これね、あのボルトリリースのねレバーのところね、これねユニットになってんだね、これね、こんな感じで。うん、で、あとハンマーのとこでしょ。で、やば、これなんだったっけ。あー、なんか思い出してきてよそうそう、確かここのパーツだ。そうそうそう、なんかねこんな感じだった気がする。うん、多分ねこれが、なんかね、ここに入るんだけど、なんだったっけ?あー、思い出した。思い出したよ。完全に思い出した。なんかね、ピンが抜けるのを防止するための、こう、輪っぱがあって、これはね、間に入れんだよ、こうやって。そう。こうやって、これ入れんのよ、確か。多分そう。多分合ってると思うよ。ほら、カツカツって引っかかった。あー、合ってる。絶対合ってる。よし。意外と覚えてんな。だってもうこれ、いじったら2年ぐらい前じゃなかったっけよし。で、確認したいのが、そう。これね、これ。このアンビセレクターがね、使えるかどうかっていうのを先に確認したいんだよね。よっしょーし。多分ネジで分解式。ああ、やっぱそうだね。これだ。やっぱさ、アンビで動いた方がかっこいいじゃん、こういうの。ね。よっしょ、まずね、これ外して。よいしょ。して、これが確かね、こっち側から、ああ、よっしゃ、ぴったりだ。来た、いけそうだ。なんかね、これが、こんな感じで、確かに入れんだったと思う。うん。まあ、順番違うよ。そうそう。今ね、入るかどうか、使えるかどうか、ちょっと確認したいだけなんで。あ、入った。よし、これ使える。あ、よし、使える、ほら。ほら、カチャッカチャッていう。おー、ほら、こうやって動くんだよね。ほら、面白いでしょ。そうそう、ほら、こんな感じ。ほら、ちょっと矢印つけるけど、カチャカチャ動いてるでしょ。ほら、こんな感じでね。おー、すげー動いた。じゃあ使えんだ。オッケーオッケー。でね、順番違うから一旦外すよ。うん。あー、やばい。やっぱプラプラしてる。ほら、やっぱ落っこちるってこれ。確かね、先にトリガーだったんだよな。確か。うん、これがさ、確かね、ああ怒ったよいしょ、怖い、慣れてないから怖いこれがトリガーで、ハンマーのピン、あ、これか、そう、これだ。これがね、ハンマーで、なんかね、こんな感じだったんだよな、確か。なんかね、こんなノリだったなんかね、こんなノリだと思うんだよね。違ったっけ。こうだ。うん、こうだ、確か。これでパーンっていくんだよね。で、なんかね、順番があって、確かこれはね、こうだった気がする。そう。で、こう来て、なんかね、こんな感じなのよ。うん。で、これが、ここまで、あ、ちょっとバネ邪魔だな。なんかね、これが、ここまで降りてきて、この視野に引っかかんだよね、確か。そう、合ってる。合ってるけど、ちょっと待って、やば。今ね、足りないパーツに気づいちゃった。やば。あ、ない。
なんだっけ、フル音を実現するためのパーツがね、ここに1個あるんだけど、おい、マジか、入ってきてねえじゃん。あ、やば。まあ、実はね、足りなくても、最悪ね、ドナーがいるんじゃん。しょっぱなからドナーが必要になっちゃった。